さあ続いてはいよいよ JB さんそしてヨンジェさんです。リーダーは最後のお楽しみ、先に深掘るのは22歳のヨンジェ。どんな情報が深掘れるのか、じゃあ一つ一つ見ていきましょうか、はい、まず最初気になる数字7ヶ月。내가보기엔7개월만에데뷔란거아닌가어오이마슈카하이고지라오디션から데뷔までの期間ということで、ね、맞지오케이내말맞지딱히다はいはい、あのじゃあえデビューするまでそしたらどんな感じだったの？正直あ初めては、はい、몰래카메라했었어요아비즈니카메라했었는데너저아니형이처음에뭐였지말해줘다섯명이었었어요헐근데갑자기저이제그만해야된다고저잘렸다고집에가야된다고오 형들이놀렸어요 거짓말쳤는데알고보니까그때노래가딱걸스걸스가나왔었어아아그러니까그게정확히영재가확정이되고데뷔곡이확정이되고그러니까두개가확정이돼서이제영재한테가서영재야너안될것같다이렇게한번얘기하고배를기쁨을더배로주기위해서자ということで치르치르치르ということで7ヶ月でございまして、はい、デビューまでの期間、はい、すみません、こちら来ますか。はい、お一緒に。OK、Let's go、次、次。はい、次、はい、お願いします。はい、次、どうぞ。コレクションのレゴ。お、はい、お、わあ、すごいですね。レゴ好きですか？はい、レゴ好きです。あ、レゴ。최근에하나샀어요。お、オベン、オベン。レゴいつから好きですか？オンジェプト。お、デビューから。あ、デビューの時から？お、처음알았어요。MC でしょ？あ、그キャラクターだけ。あ、キャラクターだけ。キャラクターだけ。レゴ얼마정도하나요？レゴ、그게하나살때。근데사실사람만있는게아니어서사람을얻기위해이제집도사는집도사는거죠。어근데집은안만들어요。어 집때문에비싼건데。그렇죠집때문에。야다가지려면한1년투자해야돼요。진짜 너무 많아요。 아, 너ちなみにですね、レゴへ내려아레고の魅力は何ですか？おー、さすが MC さん。レゴの魅力はなんか可愛い感じ。ねえ。そうなんだ。僕やりましたそんなこと。以上です。アフマ TV ありがとうございます。新しいです。新しいです。全部新しい感じです。全部新しい感じ。はい。今までいつまいくら投資しましたかとレゴに。100のもよ。本当？はい。と大きなものはなんか20、30。あ、とするするする高いんですよ。おお。ね。僕がチームで考えた。기지가세븐지어디세븐이거그라인라인에서그거하는거아니야맞아요뭐야라인そうですよね뭐야이게아니야라인건아니야거기서한거야뭐야형지그런형게아닌데요그래도내가만들었잖아뭔가지금아니형집에있는걸보여줘야죠이것도미스인데 It's a mess 이거라인에서만들었어はい本当にねいろんな出来事が起こっておりますじゃあ最後ですけども気になる同居人がねえはいこれはなんとなくねじゃあ横浜ココだべっこはいわかりましょうこちらですはいココですはいあのインスタ見るとほとんどココちゃんなんですけどああ요즘에ココインスタグラムどう만들었어요ねえあのココちゃんの一番好きなところどこですか저これは何ですか下下下が好きです下が가만히있을때에이괜찮아요아담ってこうやってへーって出してる나ぜなら、うん、これが舌が長いはい長いですあ舌長いんだあ JB さんみたい JB さんみたい JB さん舌長いんですはい JB さん鼻がはい、はい、鼻つく舌が、はい、すごいですね見たいですか見たいやで미국에서도했었는데일본에서이번엔또하네요미국에서했으니까여기서한번해야돼요そうですね、そうですね、アメリカでやったから오나가네
すごいすごいすごい、アメリカに続いて日本でも見せていただきましたが、あれ他のメンバーペットは猫が5匹、4、猫5匹猫4匹、はい、すごいですね、すげえすごいね、5匹も一緒に飼ってる。いや、ちょっと、デモリで行くわな、モリトリ襲うよ、ちょっとね、モリがちょっとデモリ…毛ありません。本当に、はい、スピンクス、スピンクス、あ、そうなんだ、はい、いやちょマリーネン、곱슬털이요、털엄청짧아요。あ、そうなん、다리짧은애、あー、なるほどね。あれ、JB さんの猫は写真ないんですけど、今日は、はい、どんな猫ちゃんですか。샴고양이、おー、あー、그리고러시안블루、おー、러시안、그리고터키시앙고라터키시앙고라그리고먼치킨오그한국그한국그코숏이라고하는데요코리안숏이라고한국고양인데뭘검은색깔진짜애교진짜많아요逆にペットいないメンバーはペット飼いたい気持ちあるの？どこかに본집에그강아지두마리있는데혼자살때강아지고양이같이키우고싶은데알레르기있어서안돼아そうなんだ、네、ジニオさんは？아유귀엽고이쁜데제가책임을묻혀줄것같아요 아, 아そっか。さあということでいろいろお話を聞いてきましたヨンジェさんでございましたけれども、ありがとうございました。はい、はい、はい、カメラさん抜いてくださいちゃんと。 CM の後は JB を深掘り、いろいろ角を맞춰요。さあそれでは早速チェキラウトしていきましょう。最後に深掘るのはリーダーの JB。 まず一番最初こちらですね、丸々がよく伸びるスキン、あ、ホリー、あー、今ジニョンさんが言ってましたがこちらです、首の皮がよく伸びると。ね、바로확인해보겠습니다。ちょっと早い展開ですね。ちょっとどういうことなのかちょっと、はい、カメラさん抜いてくださいちゃんと。おー、거의목도리도마뱀인데。아마맞아すごいですね。나도할수있어。아니야아니야저좀これ되네。아니야재범형은목보이거턱보다앞에있어。そう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 。マイクも。와。아니야아있다요。있다요。한번보여주면안돼요？저도얼마나늘어났는지몰라요。아많이징그럽네。いや気持ち悪いわけじゃないですけど、これいつ気づいたんですか？어릴때子供時に。はい。あ、知ってました。샤워할때어릴때샤워할때약간목이그러니까목이너무간지러운거예요。그래서이렇게긁다가이뭔가이렇게처진것같은느낌이들어서왜이렇게잘늘어나지하고땡겨봤는데많이늘어나더라고요。그때알았어요。아사실은こうやってたのが아래아래걸려나아래아래みたいな아래아래이렇게이렇게하는데이게약간피부가그러니까긁을때그냥탱탱하게되는게아니라긁을때뭔가이렇게늘어나는것같은느낌이들어서아뭐야뭐야이러다가이렇게알게됐어요。예천천히ここまで出ませんか。じゃあ次行きましょうか。次レッツはい。JB のそうほにゃらら癖がすごい。청소하는습관。あ、진짜로？あ、ちょっと待ってください。行きましょう。こちらです。整理整頓癖がすごい。あーすごいね。みんなどんどん当てますねこれに関してはね。さあということなんですけど、一番綺麗好きメンバーの中でそうすると。お、整理整頓、진짜잘하는것같아요。それどのくらいすごいんですか？제가재범이형집에가봤는데진짜계속청소기돌리고그냥뭔가가만있질않는그러니까계속이렇게뭔가이렇게어슬렁어슬렁이렇게가요그다음여기서뭐정리하고약간어머니같은 TV 앉아있다가또가요약간그런거있어요그러니까집에이렇게있다가이렇게 TV를 이렇게보잖아요 TV를 이렇게보는데그여기에쓰레기통이있어요쓰레기통이니까신경안써도되잖아요딱이렇게보다 TV 보다가약간뭔가신경쓰여요그러면이렇게가가지고이러고서각을맞춰요 아そうなんだ、네、이러고서요그러고서 TV 를그정도좀그런거있는거같아요각도마대신경을使うほど저도그런게싫거든요그러니까약간귀찮은데계속신경쓰여요막그막여기에막뭔가가있는것처럼막신경쓰여서あの答えたくなかったら答えなくていいけど逆に一番整理整頓ができない人は誰ですか？저요
사진 나왔어. 안 돼요. 보고와 다음에 됐어. 소 됐을까? 이게 그냥 귀찮아요. 자, 마지막. 잡지에 발견, 기니나르 하츠네. 뭔데스까? 뭔가 아리마스까? 궁금해요. 재밌을 것 같아요. 자, 이기면서요. 이기면서요. 고쳐야 4제 다이테네르. 리우 오 설명해주세요. 하이 리우 설명해주세요. 이게 같이 옛날에 숙소 저희가 처음에 갔을 때 첫 숙소에 들어갔을 때 저희 방이 특히나 좁았었던 걸로 기억을 해요. 약간 그랬는데 2층 침대를 쓰면 되는데 2층 침대 쓰기에는 뭔가 갑갑해 보일 것 같아요. 그래서 제가 영재한테 제안을 했죠. 그냥 매트 큰 거 하나 사서 너 여기서 자고 나 여기서 자자 어때? 이러고서 했는데 좋다 그래가지고 그때 그렇게 자 그러니까 같이 그냥 이렇게 잔 거죠. 이불도 한 안고 이렇게 자는 것보다도요 약간 그 알죠? 이렇게 얹고 이렇게 흐트러져서 이렇게 자는 거 가라앉았다 그라이나네 抱いてっていうよりも 뭔가 一つのね布団で一緒に寝てたっていうことですけども 次のコーナーに参りましょう。ミニゲームコーナー題してチャレンジカッコスメ。さあやってまいりました。こちらのコーナーではガットセブンのメンバーにセブンにちなんだちょっとしたミッションにチャレンジしていただいておりますが、6人が順番に挑みまして全員がクリアすれば成功。その月、その暁にはですね、なんと1月14日アガセに毎日メッセージが届けられるというスペシャル放送枠がアベマ TV さんからいただけるということになっております。はい、いやここまでですね、기적적인、もう奇跡的に全員クリアしてますよね。はい、ということで最後に挑んでいただきますのはお二人 JB さん、ヨンジェさんとなるわけなんですが、そのミッションは何かと言いますと、こちら地球に優しいミスプリントシューター。シューター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 ブーンブーンシューター。番組で出してしまった印刷ミスの紙、これを7秒以内に1人が丸め、もう1人がゴミ箱へ投げ入れられればクリア。さあどうしますか、どっちが丸げてどっちがシュートしますか。半分しか言うのよ、失敗は半分しか。いいですいいです、失敗したら交代です。はい、でも WENG、 じゃあいいですか、7秒ですよ。はい、じゃあいきます、早速参りましょう。レディーゴー。はい、終わりです。あれ、理由이상하게고겨워。あ、ね、最初のチャレンジは失敗。次は役割を交代してクリアを目指します。じゃあ行きますよ、参ります。レディーゴー。あ、もう이렇게오래걸려。 あとはタイムだけだが、4秒5ということでクリアです。もういうことはこれでミッション全てクリアという形になりまして、ミッション達成です。はい、お約束通り毎日ガッドセブンの配信が決定いたしました。はい、この毎日ガットセブンですが1月14日からアベマビデオで配信いたしますので、どうぞご期待くださいませ。もうみんなの活躍のおかげでございます。ありがとうございました。さあということでですね、またここで改めて JB さんとヨンジさんのコラボレーションユニット曲についてお話を聞きたいと思いますけども、それでも力今回のお二人のユニット曲ポイントはどんなところですか。僕と JB さんのウェボンはどんな辛い時も立ち上がって進んでいくという背中を押すような曲になってます。おい、皆さんの背中を押す曲になってほしいです。はい、ということでこれまで3週間にわたって放送してきましたこの番組ですけれども、どうでしたか、番組やってみて JB さん。
毎週皆さんにお会いできて本当に嬉しかったです。はい、まさか首の皮の話が出るとは思いませんでした。はい、とても楽しかったです。はい、ここに会いたくなってきました。はい、チャレンジがそれも楽しかったです。はい、皆さん、僕たちのこと詳しくありましたか？またこういう番組をぜひやってみたいです。はい、毎週見てくださってありがとうございました。いやさあ、そして今回の改めてアルバムの告知をお願いいたします。はい、大切に思う人を決して話したくないという熱い気持ちを歌ったタイトル曲 I won't let you go と他に3組のユニット曲も入ってます。はい、今までと違う雰囲気もぜひ楽しんでほしいです。 I won't let you go は本当にいい曲で、楽しみながらレコーディングすることができました。はい、僕たちの 3rd ミニアルバム I won't let you go をたくさん聴いて愛してください。たくさんの人に聴いてほしいです。はい、皆さん見てくださって本当にありがとうございました。はい、またコンサートで会いましょう。以上、楽しみでした。ありがとうございます。バイバイ。